ハレリア、アメン。こんばんは。ハレリア、こんばんは。今日は朝ちょっと寒くて、秋日和と言いましょうか、秋らしい日になりました。台風は過ぎ去りました。サマさん、こんばんは。秋のような感じでしたね。空がとても綺麗で、やはりその台風が来ると空が綺麗になるんですよね。皆さん、リバイバルが来ると日本の上空が、霊的な上空が綺麗になります。台風が過ぎ去ると空が快晴になるように、透き通るような空になります。それと同じようにリバイバルが来ると日本の霊的な汚い空気がきれいになって、悪霊が逃げていなくなって、日本はきれいな空になります。きれいな霊的な空になります。太郎さん、こんばんは。皆さん、台風が来ると、もちろんね、被害になった人たちは大変だったと思いますが、台風はリバイバルを表します。台風は神風を表します。ぜひ皆さん、期待しましょう。期待しましょう。日本に、リバイバルが来るのです。日本にリバイバルが来ます。ぜひ今年から来るという予言がありますが、それがまあ成就してほしいんですが、日本にリバイバルが来ると神様の力が日本に働いて、その日本が変わるのです。素晴らしい日本になるのです。皆さん、期待しましょう。期待しましょう。イエス様を通して期待しましょう。神様が日本を変えてくれるのです。神様が皆さんを変えてくれるのです。皆さんの生活を変えてくれるのです。皆さんの問題を解決してくれるのです。私たちは期待するべきです。イエス様に期待するべきです。イエスキリストを信じるというのはイエス様に信頼し、そして期待することです。そして神様が素晴らしいことをしてくださると信じるのです。試練もあります。第三ハレリア、試練もあります。そして辛いこともあるかもしれません。それにめげてはいけません。状況は悪くても信じるのです。試練があっても信じるのです。悪いことが重なっても信じるのです。神様を信じるのです。イエス様を信じるのです。素晴らしいお方です。良い方です。私たちによく来てくださいます。その信じる信仰によって神様が働いてくれるんですね。はい、ポンピスさん、ありがとうございます。皆さん、神を知らない方々は、もう期待することができません。希望を持つことができません。ネガティブに生きるしかないのですが、イエスキリストを信じる兄弟姉妹は、私たちは神様を知ったのです。神様が生きているのです。神様が働いているのです。私たちは神の躍動を感じます。神様の働きを感じます。私たちの現実は神様が働いているんだということですね。ポンピーさん、こちらこそいつも油注ぎありがとうございます。アメン。私からではなくてイエス様からですね。イエス様から油注ぎが来ます。イエス様から油注ぎが来ます。私の口をね、私の口は用いられているに過ぎません。油注ぎはイエス様が与えてくださいます。それでですね、明日の午後6時ですね。明日の午後6時から何がありますか。明日の午後6時何がありますか。はい、何でしょうか。答えが出ません。明日の午後6時から野球ではないです。ご飯ではないです。
答えがない、答えがない、答えがありません。明日の午後6時からサザエさんではないです。サッカーではありません。明日の午後6時からイースターではありません。明日の午後6時からヨムキプールはもう終わりました。先週の土曜日、なんとかの祭り、そうですね、なんとかの祭りです。何の祭りでしょうか。何の祭り。吉尾祭りではありません。何も、カリオです。ピンポン、カリオの祭りです。カリオの祭り、カリオというのはイスラエルの人たちが40年間アラノを旅しました。約束の地カナンの地に入る前にイスラエルの人たちは40年もですね、40年も荒野を旅行しなければなりませんでした。それは彼らの不信仰によってですね、彼らの不信仰によって40年試練を受けなければなりませんでした。それではですね、そのカリオの祭りはイスラエルの人たちが40年苦しんだということを思い出すということなんですけども、それは、まあ、いろんな意味があるかもしれません。一つは私たちこの、地上の生活ですね、この地上の生活が私たちにとっては、まあ、天国に行くまでの仮の生活、この地球上の生活が仮用の生活なんですね。天国が本当の私たちのふるさと、居場所なんですが、天国に行くまでは私たちは旅人なんですね。人生は旅なんです。私たちは一時的にこの地球にいるのであって、私たちは、天国のふるさとに行くことができます。カナンの地というのはそういう意味があるんですが、しかしその天国に行くためにはイエス・キリストを信じて神の民として歩まなければなりません。多くの人は、まだイエス・キリストを信じていないために、まだ神の、民ではないために天国に行くことができません。ではどこに行くんですか。地獄に行かなくちゃいけないんですね。多くの人はそのことを深刻に捉えませんが、実のところものすごい深刻なんです。地獄に行くということはものすごい深刻なことです。もう本当に行ってほしくない、皆さんに一人も行ってほしくない、誰も行ってほしくないんです。もうとんでもないところです。もう永遠の苦しみ、永遠の刑罰なんです。火の池なんですね。モグリさん、今日は非常にリバイバルを感じています。アメン、アメン。で、地獄に行ってほしくないんです。リュウさん、こんばんは。地獄に行ってほしくないのです。一人も地獄に行ってほしくないのです。ですから伝道してるんですね。ですから、ここで伝道しています。伝道してるというのはリスナーの皆さんが天国に行ってほしいということですね。天国に行ってほしい、地獄に行ってほしくない。ですからもう繰り返し繰り返し伝道するのです。もうみんなが一人一人が信じるために伝道しています。皆さんが救われてほしいのです。皆さんが刑罰を受けてほしくないのです。皆さんが、その永遠の命を もらってほしいのです。ぜひ皆さん、皆さんのその将来をぜひ知ってください。皆さんの将来が天国か地獄かどっちしかないんだということですね。そしてカリオの祭りというのは、まあ、この荒野の40年が、まあ、この、地上の世界で、そしてカナンの地に入っていくということが天国だということですが、私たちは今この荒野をさまよっているということになります。しかしイスラエルの人たちは昼間は雲の柱、夜は火の柱で神様と共に旅行しました。こう 雲の柱がこう移動するとみんなもこうテントを畳んでですね、こうやって移動して、
日の夜だったら火の柱がこういったらば、火の柱がこう移動したら、みんなはこうやってテントを、ね、こう畳んでこうやって移動するわけですね。それは神様と共に歩むということを学ぶわけです。神様と共に歩む、この地上の私たちの、生活は神様と共に歩む、聖霊様と共に歩む。兄弟姉妹の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、皆さんは聖霊様に導かれているでしょうか。いつも聖霊様に対して、祈りながら、また感謝しながら歩んでいるでしょうか。私たちは神と共に歩むことが許されたんです。以前は自分の、思う通りに生きていました。自分勝手に、自分の、好き勝手に生きていました。しかし私たちは、そのような、この好き勝手な生き方はダメなんですね。私たちはこの好き勝手な生き方ではなくて、神様に聞き従うような生き方、神様に聞き従うような生き方をしなければなりません。ぜひ皆さん、その、神様、自分勝手の生き方を悔い改めて、自分勝手な生き方を悔い改めて、イエス様に聞き従う生き方、神様に聞き従う生き方、聖霊様に聞き従う生き方、そういう生き方をしましょう。そういう生き方をするのです。それでですね、カリオの祭りっていうのはそれを、まあ、懐かしむと言いましょうか、40年間、荒野の40年間を感謝するというか、そして1週間、彼らは駐車場とか庭にテントみたいなのを作って、そこで1週間寝起きをするそうです。そして、収穫のお祝いもするということですね。私たちからすると収穫というのはリバイバルですね。リバイバル、カリオの祭りっていうのはイスラエルでやっています。イスラエルでカリオの祭り、カリイオの祭りってググってみてください。たくさん写真も出てくると思いますね。カリオの祭りってググってください。そして、その、まさに、私たちは日本のリバイバルをこれから体験しようとしています。日本のリバイバルですね。そういう意味ではこのカリオの祭り、明日の午後6時から、来週の木曜日ぐらいまでかな、来週の木曜日ぐらい、8日間ぐらいがカリオの祭りなんですが、私たちもある意味では日本のリバイバルの収穫を喜んで、カリスマ派的に、カリスマ派的に喜ぼうではないでしょうか。イスラエルの人たちはまだ本当のそのイエス様を知らないので、本当のカリオの祭りの意味を知りませんが、しかし私たちはそのカリオの祭りの本当の意味を知っているのです。本当のカリオの意味を知っているのです。それはリバイバルなのです。それはリバイバルなのです。ですから皆さん、私たちこそ本当のカリオの祭り、日本のリバイバル、世界のリバイバル、それを皆さん一緒にお祝いしましょう。喜びましょう。一緒にお祝いして喜びましょう。私たちは知っているのです。私たちはその意味を知っているのです。カリオの意味を知っているのです。喜びましょう。喜びましょう。そして、日本にリバイバルが来るんだ、日本にリバイバルが来るという、その素晴らしい、その生き方を喜びましょう。アメン。はい、それでですね、一つですね、いい話が、まあ、いい話といっても事故なんですけど、ですね、宮城県石巻で突風が吹いたらしいんですね。
そしてあの仏具店の屋根が吹き飛んだそうですね。仏具店でもうあの鍵怪我をした人もいるので、そういう怪我をした人にとっては、かわいそうだったと思いますが、その仏具店がの屋根だけが吹き飛んだということで、これは何かですね、やっぱり神様は偶像を嫌います。神様は、偶像を嫌いますので、神様はこの、自然の災害の一つの意味は、偶像を壊すことではないかなと、そういうふうに感じますね。偶像を壊すために、自然災害があるのではないかなと思います。そしてその仏具店だけじゃなくて、近所の、まあ、飲み屋さんにも問題が、被害があったということです。よくあの台風で、まあ、あの神社の鳥居が倒れたとかね、神社の神木が倒れるとか、そういうことはよくあります。そういう災害も偶然ではないんですね。災害も偶像ではなくて、災害も神様が本当に選んでるんだということですね。何か事件とか病気というのは偶然ではない、そういう、偶然ではないということですね。はい。それではですね、今日のタイトルいきましょう。今日のタイトルは、神様を喜ばそう、ね。小太郎さん、ハレルヤ、悪魔を喜ばせてはいけませんということですね。先ほどですね、金梅さんと偽関西さんとちょっとこうスカイプをしたんですね。スカイプをした。で、金梅さんと偽関西さんは言葉が悪い、酔っ払ってるんですね。酔っ払ってる。で、2人にですね、そのお酒を飲むことは良くない、ね、酔っ払うことは良くない、悪いことは良くないっていうふうに、まあ、説明したんですけど、まさに酔っ払うとか悪い言葉を、ね、言うっていうことは悪魔が喜んでいるのですね。悪魔が喜んでいます。しかし私たちは神様を喜ばせなければなりません。多くの人は罪を犯すことをしてね、罪を犯して悪魔を喜ばしています。罪を犯すということは、小太郎さんありがとうございます。罪を犯すということは悪魔が喜ぶのです。しかし私たちが正しいことをするならば、私たちが神様に聞き従うならば、神様が喜ばれるのです。神様が喜ばれます。私も、まあ、9人の子供がいるんですけどね、子供がですね罪を犯したら当然親は悲しみますね。で、子供が、まあ、良いことをしたり、子供が親を敬ったり、親に従ったら親はもちろん嬉しいですね。子供がですね、まあ、犯罪を犯すとか、罪を犯したりなんかすると、もうそれは親にとってはものすごい心痛になると思うんです。神様も同じなんですね。神様も私たち人間が悪いことをしたら悲しんでいるのです。人間が悪いことをして罪を犯しているならば、神様が悲しんでいます。しかし私たちが、その悔い改めて良いことをするならば、神様に聞き従うならば、神様が喜ばれるんですね。神様を喜ばす生き方、それが、クリスチャンの生き方と言えるでしょう。自分を喜ばし、また悪魔を喜ばしているのが、信仰のない生き方なんですね。皆さんぜひですね、もう神ならいないなんていうことも神が悲しましてますね。
神を冒涜することも、神を悲しませています。クリスチャンも気をつけないと、信仰がありながら神様を悲しませるようなこともあるかもしれません。私たちはいつも神様を意識します。神様のことを考えます。多くの人は自分のことを考えます。自分がどうか、自分の考え、自分の思い、自分の喜びを感じます。神のことを考えないで自分のことを考えます。それが、不信仰と言えるでしょう。しかし神様のことを考え、神様の教え、神様の心、イエス様の、御言葉、イエス様の御心、そういうものを考えること、これが信仰です。信仰というのは神様のことを考えることです。神様を見上げます。神様を思うのですね。そして、自分のことをあまり執着しないんですね。自分のことを執着しないで神様のことを考える、これがですね信仰と言えるでしょう。そして自分を喜ばすのではなく神様を喜ばす、神様に喜ばせたい、いい子供は親を喜ばせるんではないでしょうか。皆さんは親を喜ばしているでしょうか。親を喜ばすように、そして神様を喜ばすわけですね。はい、今日の御言葉を読みましょう。ローマ14の18ですね。ローマ14の17から19までですね。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える者は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。こういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。飲み食い、神の国は飲み食いじゃなくて、義と平和と聖霊による喜び、そして、キリストに仕える者は神に喜ばれ、また人々にも認められる。神に喜ばれる。皆さん、クリスチャンは神に喜ばれ、また人々にも認められる。平和に役立つこと、お互いに霊的成長に役立つことを追い求めます。多くの人は自分を喜ばして生きていますが、その人を、ツイキャスト音が出てない、ごめんなさい、ありがとうございます。実はツイキャストやってるんですが、音が出てないということで、おかしいですね。音なってるんですけど、困りました。ちょっと原因不明ですね。はい、ツイキャスト、音が出てない。困りましたね。はい、音が出てない、困りました。仕方ないですね。音が出てない、ごめんなさい、ちょっと申し訳ありません、原因不明です。はい、映像も出てない。はい、それでしょうがないですね。そういうわけですから、もう一度繰り返します。私たちの人生は神様を喜ばす人生だということです。神様を喜ばす、神の御心はどうなのか、神様は、何を喜ぶのか、神様が何を悲しむのか、それがですね私たちの信仰です。ぜひ皆さん、神様を喜ばす生き方、それは御心を行うということですね。御心を行う、これが、神様が喜ばれるのです。そして神を喜ばすということは人をも喜ばすんですね。
罪というのは人にマイナスなんですね。人を悲しませると言ったらいいでしょうか。人に迷惑と言ったらいいでしょうか。罪って大体そうでしょう、皆さんね、嘘をつくとか盗むとか、まあ、そういうことは人に迷惑ですね。皆さんも人に迷惑をかけられて苦しんでいるのではないでしょうか。罪というのは神様を悲しませますが、人をも悲しませます。しかし皆さん、神を喜ばせ捕らえ人を自分のように愛するならば、周りの人たちも喜びます。クリスチャンは人々も喜ばすんですね。クリスチャンは人に親切にし、礼儀正しくし、人の善を図り、人に非常に、人を助けると言いましょうか。それがクリスチャンです。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの良い行いが神の栄光を表しています。皆さんの良い行い、人に対して親切で寛容で善意のある生き方、それが、多くの人たちを励ましています。兄弟姉妹の皆さん、そういうわけで皆さんは神様を喜ばせています。人々を喜ばすことを通して、神様を喜ばしています。ますます良い行いに励もうではないでしょうか。私たちは生きる意味がそこにあるのです。生きる意味、いろんな形で説明してきましたけど、神様を喜ばすことが生きる意味です。神様を喜ばすことが生きる意味なんです。ぜひ皆さん、生きる意味をしっかり、理解してください。イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによって、神様を喜ばす生き方が始まるのです。イエス・キリストを信じなければもちろん、神を喜ばすことはできません。私たちがイエス様の弟子になることによって、神様に栄光が、神に栄光を返すことができると書いてあります。イエス・キリストを信じるというのは、信じるだけで神様がお喜びになります。神の子供が生まれるわけです。私は9人子供いますが、自分の子供を自宅分娩したこともあります。自分の手でその2人ですね、自分の手で取り上げました。やはり神秘的ですね。子供が生まれるというのは親にとってはものすごい喜びです。自分の子供をね、自分の子供が生まれる、誕生するというのはものすごい喜びですが、神様も神の子供が生まれるのが喜びなんです。神様の、子供が生まれるのが喜びなんです。そういうわけでリバイバルというのは、たくさんの神の子供が生まれます。たくさんの神の子供が生まれます。ですから兄弟姉妹の皆さん、私たちは、リバイバルを喜ぼうではないでしょうか。リバイバルを喜ぼうではないでしょうか。リバイバルによって神の子供がたくさん生まれることによって、神様ご自身が喜ばれます。神様ご自身が喜ばれます。ですから私たちも喜びます。神の子供が生まれることを喜ぶのです。それがカリオの祭りです。カリオの祭り、それは、神の、その収穫のお祭りです。明日の午後6時から、8日間、カリオの祭りが始まりますので、兄弟姉妹の皆さんは特に喜んでください。兄弟姉妹の皆さん、カリオの祭りをお祝いしようではないでしょうか。ちょうど明後日の木曜日と来週の木曜日、カリオの祭りの、最初の日と最後の日がちょうど LTL でも祈り会になっています。その祈り会がちょうどカリオの祭りをお祝いできる、タイミングが非常にいいですね。はい、そういうわけで皆さん、神を喜ばす、その生き方を始めましょう。神様を喜ばす、周りの人を喜ばすということですね。それでは
明石タイム行きましょうかね。明石タイム、イエス様を信じて、神を喜ばせるようになった、親を喜ばせるようになった、隣人を喜ばせるようになった証、以前は自分勝手、自己中だったけど、今は神を喜ばす生き方をしてするようになった証、スタート。イエス様を見ているといつもハートをドキドキします。嘘をつかなくなりました。よく募金するようになりました。イエス様の教えを踏みしめて生きています。弱ったチワワを喜ばせるようになりました。180度変わりました。見方が180度変わりました。明日から隣人を愛そうと思います。モルツさん、賛美歌を口ずさんでいます。うるさい隣人を許しました。名古屋にカリスマの教会ありますか？ありますよ。スカイプで聞いてください。イエス様中心に物事を考えるようになった。嘘をつくと損するということを学びました。今まで生きてきたことをイエス様に感謝します。この放送で面接やめて教会に行きます。毎日同じ道を走ってニコ生をやるようになりました。イエス様に出会って人を癒してあげたいと思うようになりました。アメン、アメン。お祈りをするようになりました。不良の兄がキューちゃん放送で構成してくれたのだ。アメン。よかったですね、リンリンさん。伝道放送を見ていたらイエス様を信じてみようと思った。イエス様を知ってからオリンピック目指すのは間違いと気づきました。嘘はダメだと思いました。仕事を辞めてお祈り行きます。イエス様のおかげで友達が増えました。人を許せるようになった。家族に内緒で仏壇、神様がいてよかった。何もなくても信仰があれば幸せだ。叫ぶキューちゃんは怖いです。今みたいに話してる方がいい。ニートでも世の中の役に立っているのだと思いました。信仰があれば役に立つのです。人の心がわからないキューちゃん。伝道放送に出会って毎日ウキウキです。この放送のおかげで偶像を壊せました。毎朝、蒼天祈り会を見て気分よく仕事に行っています。お久しぶりです、あきちゃん。お金より信仰と愛が大事だと分かりました。天皇いらない、日の丸いらない。神様の導きでこの素晴らしい放送に出会いました。キリストのおかげで人に優しくなった。人のためにイエス様に祈るようになりました。アメン。
電動ホースを見るようになって犬に吠えられなくなりました。今日も平和に過ごせることをイエス様に感謝します。この放送で生きる勇気が出ました。イエス様がそばにいてくれることが分かった。キリスト教以外みんな嘘っぱちだと気づきました。ネガティブがなくなってきました。アメン。イエス様に日本の天皇になってほしいのです。もうすでにイエス様は、王の王です。積極的に笑顔で挨拶ができるようになりました。この放送のおかげでニコ生引退しました。僕もキリスト教配信業を始めようと思いました。ハレルヤ。家事が楽しくなりました。イエス様の偉大さが分かってきた。今日の放送の録画を拡散しようと思いました。ぜひやってください。ガジマ牧師のようにすごくエネルギッシュになりたいです。積極的に笑顔でなりました。嵐の方も愛する気持ちが湧きました。イエス様のおかげで毎日幸せです。家事が楽しくなりました。みんなにキリちゃん牧師を知ってほしいから。アメン。偶像崇拝などすべて滅んでしまえばいいと思いました。この放送でポジティブになりました。心の中に幸せが湧くようになってきました。油注ぎです。命の水です。命の水です。皆さんがこの放送を見ていると命の水が注がれるのです。この放送で笑顔が絶えません。イエス様に祈ったら悩みが解決しました。暴言吐かなくなりました。この放送で講義で堂々とイエス様だけが神と言えるようになりました。ハレルヤ。難しいことを考えるのをやめました。ただ祈るだけです。ただ祈るだけです。ただ祈るだけです。キリスト教は素晴らしいと思いました。家族のために生きてみようと思いました。キューちゃんファミリーに入りますか？イエス様ファミリーに入ってください。ジーザスファミリーに入ってください。この放送で天から愛のシャワーが降り注いできました。アメン。アメン。伝道放送を毎日見ていた威厳の賜物を授かりました。アメン。アメン。何か口からですね、言葉にならない声が出てきたら威厳ですので、ぜひそれを抑えないで威厳で語ってください。油注ぎを受けると威厳が出ます。威厳で祈ってください。この放送のおかげで生きる意味を学びました。寺や神社など一つでも多く減っていくことを願っています。朝礼でアーメン使うようになった。この放送を見てたら興奮してきました。油注ぎです。油注ぎです。
家族のためじゃなくてイエス様のために生きる。そうです、イエス様のために生きることによって家族のためにもなるのです。イエス様を信じたら背中のニキビがなくなりました。癒されたんです。今まで天理教だったけど改心して町を脱出しました。アメン。悪いことをしたら全然眠ることができませんでした。悔い改めたら許されます。イエス様が本当の助け主です。イエス様が本当の助け主です。イエス様はどこで会いますか？ここで会います。この放送で会います。イエス様を信じてください。イエス様を信じてください。私も十字架に忠実なもの、キューちゃんのようにイエス様を信じたいです。アメン。アメン。家の位牌を処分しました。アメン。この放送を見ると心が落ち着きます。イエス様と一緒なら人間関係が楽になりました。彼女にもらった神社のお守り捨てました。アメン。イエス様のおかげでもやしが美味しいです。オリンピックでリバイバル来ますか？リバイバルオリンピックになってほしいですね。清い心を持ちたいです。リバイバルはいつ起きますか？はい、もう今年から起きると言われています。キューちゃんは見た目は老人だけど中身はイエス様だと思いました。アメン。アメン。油注ぎを受けているクリスチャン、それはイエス様がおられるということです。心の中にイエス様がおられます。この放送で我欲が消えた。アメン。アメン。この放送でイエス様に近づけた気がしました。はい、私たちはイエス様に向かっています。私たちはイエス様と交わっています。私たちはもっともっとイエス様に近づくのです。もっともっとイエス様に近づくのです。もっともっとイエス様に近づくのです。小学校と中学校、キリスト教の学校に行ってよかったと思いました。アメン。キューさんを見ると本当にイエス様を信じているんだと思い嬉しいです。アメン。39歳、病気でニートから抜けて出ません。イエス様を信じてください。イエス様を信じれば、状況が変わります。状況が変わります。カトリックでイエス様を褒めたたえています。イエス様と出会えて本当によかった。イエス様と出会えて本当によかった。僕も牧師を目指そうと決めました。アメン。アメン。止まっちゃったでしょうか。止まっちゃってるかな。
はい、ちょっと止まっちゃってる感じがします。ちょっと待ってくださいね。はい、と言われたでしょうか。はい、ありがとうございました。キューちゃんと知り合えてよかったです。アーメン。神って本当にいるんですか？本当にいるのです。神様は本当にいるのです。皆さん、私が見えますか？私を見ることができますか？私を見るならば神様がいるのです。なぜ私をが見えるということは神様がいるんですか？私は神様に似せて作られたからです。私は進化してできたのではありません。神様によって作られたから、私がいることを見るならば、神様が私を作ったので、私を見るということは神を見ることになります。私は神様じゃありません。私は人間ですが、人間は神様に似せて作られた、存在です。ヤギではありません。人間です。ですから私を見て神はおられるのです。人間を見て神はおられるのです。人間は神様に似せて作られたのです。神様に似せて作られたのです。ですから私が見えるということは神がいるということなんです。私がいるということは神様がおられるのです。なぜかというと、私は神様に似せて作られたからです。そしてなおかつ私はイエス・キリストを信じて、私の中にイエス様が来てくれたので、私の中にイエス様がいるので、イエス様は見えないけれども、イエス様を持っている人間は見えるのです。イエス様を持っている人間は皆さんは見ることができるのです。ですから目に見えない神様かもしれませんが、神様に似せて作られた人間を見ることができますし、神を信じて神と共にいる人間を見ることができるのです。そして神の働きを見ることができるのです。皆さんが証しタイムで、多くの証しを見ます。もちろん、嘘の証しもあるかもしれません。しかし本当の証しもたくさんあるのです。本当の証しがあるのです。その証しこそまさに神がおられるという証です。神様がおられるという証、イエス・キリストを信じることによって神様が働いてくれる、神様が変えてくれる、まさに証タイムの証は神の証です。神証です。神様が存在するという証です。イエス様こそ神様だという証です。イエス様を信じるということが、その神の力を受けるのです。ですから皆さん、信じてください。証で信じてください。御言葉で信じてください。その神様について語っているメッセージのゆえに信じてください。神を直接見ることはできなくても、神様についての証によって信じることができます。神様についての説明で信じることができるのです。皆さんが何かを感じてくださればいいのです。悟ればいいのです。神がおられるということを悟ることです。イエス・キリストこそ神の子である、救い主であるということを悟ることです。そのことによって、その悟りによって神がわかるのです。悟ることによって信じることができるのです。悟ることによって真理が見えてくるのです。皆さん、多くの人は光がないために人生を見ることができません。自分の現実を見ることができません。しかし御言葉は光です。御言葉は光です。イエス様の教えは光です。皆さんがこの部屋に来ていれば光っているのです。皆さんの心に光っています。以前、
分からなかったことが分かるようになりました。以前見えなかったことが見えるようになってきたのです。皆さん、すでに皆さんの心は明るくなっているはずです。御言葉によって皆さんの心は明るくなって、そして人生も明るくなって、ネガティブな気持ちがなくなってポジティブな気持ちになってきたと思います。証の中にもありましたよね、皆さんね、ネガティブがなくなってきた、ポジティブになってきたという証があります。まさにその通りなんです。証こそその通りなんですね。そのように、イエス・キリストを信じるその信仰は証という証拠があるんです。そして皆さんは自分自身が変わってくれば、自分の証が一番信じられますね。人の証よりも自分の証の方が体験として信じやすいのです。皆さんはこの部屋に来ていろいろ体験してきたんです。ポジティブになってきた、アメン。皆さんは、皆さん自身が証を持っているのです。私も証を持っています。そして BSP の方々も証を持っているんです。 BSP の方は10人今いらっしゃるんですが、一人一人証があるんです。証があるから BSP をしているんです。自分が体験したからですね。少なくとも10人の BSP がいるということは10人の証人がいるということです。 BSP の方々は自分が体験したので、それを BSP という形で協力したいのです。しかし、それ以上です。それ以上にたくさんの証人がいるんです。ですから皆さん、これだけたくさんの証人がいるならば信じない方がおかしいと思いませんか。十分の証拠があるではないでしょうか。十分の証拠があります。皆さん、証拠があっても信じないならば何かがおかしいのです。証拠があり証人がいながら信じないのは、何かそれを素直に受け止めれない何かがあると思います。皆さん、勇気を持って信じましょう。勇気を持って、期待を持って信じるのですね。はい、そういうわけで、今日も、神様を喜ばそうというタイトル、悪魔を喜ばしてはいけないというタイトル、サブタイトルで話してきました。伝道することは神様が喜んでいると信じます。ですから私は神様を喜ばすために伝道しています。そして神様が喜ばれているということを知って私も嬉しいのです。そしてそれは人々を救うことにもなります。そして人々を愛することにもなります。皆さん、人生はそういう意味があるのです。欲望の虜で欲望を満たすことが人生ではありません。人生はむしろ欲望を殺してイエス・キリストの教えをしっかり実行し、神を喜ばし人々を喜ばすこと、これが人生の目的なんです。皆さんは人生の目的が以前は分かんなかったと思います。何のために生きているか全然分かんなかったと思います。しかし今は皆さんは分かるのです。人生の目的は神様を喜ばし人々を喜ばすということです。ぜひ皆さん、この真理をしっかり受け止めて決心しましょう。今までは悪魔を喜ばしてきたけど、これからは神様を喜ばそう。神様を喜ばそう。両親を喜ばそう。トライ人を喜ばそう。悪魔を喜ばしたくない。悪魔を悲しませよう。悪魔を苦しめよう。私たちが信仰を持つならば悪魔が苦しむのです。私たちが良い行いをするならば悪魔が苦しむのです。皆さん、悪魔に仕返しをしましょう。人間に仕返しはしてはいけませんが、悪魔には仕返しをしていいのです。以前は悪いことして悪魔を喜ばせましたけど、今は信仰によって悪魔に仕返しをしましょう。良い行いをして、良い正しい行いをして悪魔に仕返しをしましょう。そして神様に栄光を返しましょう。
神様を喜ばすのです。皆さん、そのことをしっかり理解して実行するならば、皆さんの人生は素晴らしい人生になります。素晴らしい人生になります。皆さんは素晴らしい人生になります。最高の人生になります。分かりましたか？分かりましたか？人生を、幸せになる生き方、神様に愛され、神様を愛する生き方、神様のために生きる生き方、神の御心を行う生き方、神を喜ばす生き方、これが最高の人生です。最高の人生です。皆さん、今までは知らなくてそれができなかったかもしれません。これからはできます。これからはできます。神様を喜ばす生き方、今からでも間に合うのです。今からでも間に合うのです。今からそのような素晴らしい生き方をしましょう。しましょう。アメン。アメン。招きをします。そのような生き方をしたい。神様を喜ばす生き方をしたいと。そのように、決心をする方、アメン。悪魔を喜ばす生き方をやめて、神様を喜ばす生き方、イエス様を喜ばす生き方、隣人を喜ばす生き方をしようと決心する人、アメン。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 サマさん、小太郎さん、アメン。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 リュウさん、アメン。天の父様、多くの人は知らず知らず自分を喜ばし、悪魔を喜ばすような、そのような、生き方をしています。しかしそれは、良い生き方ではありません。私たちはイエス・キリストを信じることによって、神様を喜ばす生き方、天のお父様を喜ばす生き方、イエス様を喜ばす生き方、これが本当の人生です。どうぞ今アメンと言った方々がそのようにできますように、そのような生き方ができますように、そして悪魔に立ち向かって、ますます神様の御心を行って、素晴らしい人生、喜びのある人生、生きがいのある人生、本当のアイデンティティ、神を喜ばすという生き方、本当のアイデンティティを持って生きることができますように、彼らを祝福してください。祝福してください。そして神の愛を、与えてください。神の愛で神を愛し、神の愛で人を愛し、もう本当に、圧倒的に神の愛で満たされ、圧倒的に神の愛で愛する生き方、もう本当に愛にあふれる生き方、人生が、生活が、神の愛であふれる生き方ができますように、祝福してください。リスナーの方々を祝福してください。アメンと言った方々を祝福してください。日本が愛が必要です。あなたの愛が必要です。どうぞこのリスナーの方々が神の愛で、日本の中で愛のある生き方を示して、多くの人に愛を与えることができますように。日本が変わりますように。神の愛で変わりますように。聖霊様によって変わりますように。神の風によって変わりますように。リバイバルによって変わりますように。尿を救ってください。尿を救ってください。尿を救ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン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 。はい、皆さん、もう決心しました。神様を喜ばす生き方をしましょうね。そして素晴らしく活躍してください。皆さんが活躍してください。イエス様の愛を持って活躍してください。そうすれば日本が変わります。日本が変わります。明日は朝7時ですね。夜9時です。では皆さん、ありがとうございました。明日の朝7時来れる方は来てください。夜9時来てください。ありがとうございました。リスナーの皆さん、兄弟姉妹の皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン。シャローン。おやすみなさい。シャローン。シャローン。